ついにやってきました東京クロノスいやあ、不切な景色でよ。3月20日、20日か。<laughs> 20日じゃなくて20日か。えーと、東京クロノス、とうとう製品版が発売されました。もうだいぶ待っとったよ。<laughs> もうさ、前日の19日のあたりからね、もうそわそわしとったもん、これ。<laughs> ドキドキしてましたよ、もう。みんなそうだったと思うよ。この東京クロノス、待っとった人は。 えーとね、製品版から、製品版の方をやっていくについて、ちょっといくつか、えーと、いろいろ話しておきたいことがあるんですが、ちょっとね、実況の方がですね、あの、制作者側の方から、レギュレーションっていうのが設けられてまして、というのも、あの、東京クルノスってね、あの、映像付きのノベルゲームみたいなもんで、あの、形としては、 要はあの、ネタバレしてしまったらもうそこで大しまいっていうような、ネタバレが結構重要なゲームでして、なのであの、動画でのネタバレを伏せ形として、あの、制作者側からあの、この期間までは、この章までは実況してもいいけど、それ以降はやめてねっていうような、そういう取り決めの方が公式から出ております。この東京クロノスの場合はですね、あの、 確か発売されてすぐの頃は2章までは OK。それ以外はやらないでね、みたいな感じになっておりまして。確か6月からだったかな。6月から3章の方ができて、そっから7月頃に第4章、みたいな感じだったかな。と思いますが。というわけでまあ俺も、それのレギュレーションに合わせて投稿していきますので。えっ、ー、と、すぐに次々と出せるわけではないので。 はいこの辺はで、ね、見ている視聴者の方はご,あのご了承いただきたいと思います。それとね、えー、と製品版の方やっていくにちょっとコンフィグとかラグリッドとかちょっと興味あるものを <laughs> 見つけてしまって <laughs> ちょっと先にプレイしてみたんですけどもこれのゲームね、第一章も冒頭からね、いきなり体験場にはなかったような内容が始まってしまってね。<laughs> ういこれやばいと思ってね、息、えー、<laughs> すぐにゲーム止めて引き返してきました。<laughs> ネタバレした状態で実況者ないもんね。先にコンフィグの方を説明しておこうか。こんな要素が体験版から増えましたよってことで。えっ、ー、と、まずこのプレイヤーハイトって読むかな。あの、プレイヤーの視点を若干、高さを微調整できるようになったよ。で、あと、ウィンドウハイトっていうんで、あの、視点に合わせて、あの、 メッセージウィンドの方が動く市場は体験版の頃からありましたがその高さはもうちょっと微調整できますとテキストスピードをちょっとスピードを変えられるのはあのノベルゲームでよくあることかなもあったんとあとオキュラスリフトとか両手でコントロール持つハードをお使いの方はあの右手で操作するか左手で操作するかの変更もできます あと、バーチカルフォローとかいうよくわからないやつがあります。<laughs> よし、説明はこれぐらいでいこうか。では、やっていきたいと思います。第一章。ていうか、プロローグになるんかな、これは。聞きましたか、皆さん。もういきなりね、体験版にはないところが始まるんですよ、このゲーム。<laughs> このの京介くんの 主そう思ったことがあるのは僕だけではないはずだうん俺も思ったことがあるてか思わずに生きてきた人はなんかおらんだろうそうそうこれ恋愛だったらよくあるよねあそこでちゃんと告白していればもしかしたら付き合えたかもしれないのにみたいな感じのことがあるよね まあ俺恋愛経験ないですけどでも本当にそうだろうかおいお前 <laughs> 今はお前が言ったことに対して自分で否定してくるんかお前 <laughs> 自分に自分の言ったことに責任を持ってお前は <laughs> いきなり否定してきてやお前僕は僕でその時その時にベストな選択をしてきたんじゃないのかそうやなでもその時その時にベストな選択しておきながらも後からちょっと後悔って 起きるもんじゃないかな。ちょっとそういうところがちょっと決断っていう重みがあるよね。決断には。過去の局面に立たされたとして。結局。また同じ選択をするのではないか。うん。その結果が。今なのではないか。その今点がクロノス世界の話なんだろうか。それなら必要なのは。やり直しじゃない。なんだ。最悪を変えるために。 本当に必要なのは立ち向かう覚悟だなんつってあ京介お前止まると強く握りしめすぎだろうよう寄せてくるなお前ふけ手洗えあ,あなんか遊戯王ゼあルのアストロンみたいなやつがおる 腰切りのちょっとこの暗算型具合から女性の方かなこれはこっち振り向いておほやむな誰か知らんけど髪の毛ちゃんと整えてこいよお前めっちゃ立っとるわお前遊戯王の登場人物かああ今の飛び降り方見たことある体験版でもうオープニング入るんじゃ映画館みたいやななんかすごい 枕で、みんなが歩いております。これが、介ょくん。ゆうちゃん。かわいいな。で、プリティー。キュートなゆりアちゃん。で、これが、えっ、ー、と、てくん。てくんじゃない。これは鉄くんじゃない。<laughs> 今のはくんじゃない。こっち。てくん、こっちやま <laughs> 山つくん、これが。で、これが、えー、そうだくん。元気なやつだ。で、この若い子がカレンちゃん。うわ、ロー。 ロー中心人物みたいな感じで映っとったじゃん、今。うわぁジスプリ突き破って、キャラクターが浮いております。ゆ <laughs> りアちゃん、体操選手みたいな回転を。そして、カレンちゃん。あれこれ、パンツ見える見えたー <laughs> パンツが見えました白いのが見えましたあモらズミやっぱなんか、お前、胸大きいない他のキャラクターに比べて。 お前、そんなにボインだったのかそしてローも最後に映ってあそれでここも体験版にもあったここにたどり着いてくるんじゃ。ってことはこれまで。 第一章というよりかは、プロローブっていう考えの方の方がいいかもしれんな。あ、ここは見たことあるわ。いや、それにしてもさ、すごいな今の映像。結構生放送で、あの、聞いたもんな、あの、グラフィックが、レベルが高いみたいな。大変だったみたいな、制作者側の、あれを。いきなりスクリーン割ってきて、キャラクターが宙に浮いて動いていくっていう。 素晴らしいものを見せてもらいました。それに加えて、多分動画の方では音声カットしとると思いますが、いエルさんの「アンリミテッドっていう新しいこのオープニング曲。感動。ここ問題にしいんじゃないかな。さっきのプロローグで、 アストラが飛び降りたシーンとさ、すごい同じ飛び降り方したんよな。あてか今の回想と被る、プロローグの回想のところとシーンと被るよな。やっぱり。<え>あ、ここで頭が痛むところも、なんか記憶と、なんかデジャブを感じちゃうんじゃんこれ。だからこそ、これよ。さっきのプロローグのやつ。そうよな。 ここで、ね、結びつけてくるんだったら体験版にはあえて伏せといた方がいいシーンだったよなさっきのプロローグのやつはアスラルが飛び降りるところは飛び降りるそうか体験版のこのシーンもさこれここまで寄ってきたけど飛び降りるってこのまま飛び降りるってさいきなり思ったのはこの階層があったっけんだろうなこの 建物の端の方に行ったとはいえ飛び降りるような動作はまだしてないもんなそれを多分京介くんは過去の回想と結びつけてあのシーンと結びつけて飛び降りるって思ったんだろうな多分落としてはいけないってもう落ちること前提の話でしょゃうもんこれまだ落ちるような動作はまだこの状態では見せてないもんそういう考察になるなロー ってことはあのアストラルイコールローなんかななんかちょっとお尻が大きい目やけん女性かなと思っとったけどよう見たらローもそこそこあのアストラルと似たようなスリムあのヒップサイズをしているような気がする <laughs> <laughs> あれでも飛び降りる向きが違うなアストラルの向こう側向いてなかったっけ で、たったらーそして、大将を振り返るにあたって欠かせないシーンの一つがこちらですユ o u たーわーい来て来てカモンカモンカモンバック、えーさあさ<ー>あそして私の目線は、やはり無理でいっちゃうの。<laughs> タタタタラタたダンドゥワッハハハハつまり僕たちはこのクロノス世界ができた原因を排除する必要があるその原因って言うんが今の,今の段階での考察がさあのプロローグの桜井くんキョウスケくんがあの手血だらけの状態で折ったのに関わってきたんだろうな 過去に誰かがもしかしてそれを京介君が手にかけたみたいな感じなんだろうかそれってんだよきた私は死んだ犯人は誰これは体験版でも見たけどあれを見てみんなが見てるうわっ村泉やっぱ胸でかない 暗なって体験版だったらこのあとにメッセージが出てくるんだけど「エンドで出てきたここで第一章が終わり第一章タイトル的には「クローノスって感じだろうかでまた大蔵が入るんじゃ <laughs>